ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッター始めていきましょう。ではですね、練習試合は飛ばします。スボロックスですね、10位。これは勝てるはず。マリンスタジアムですね。相手のホームです。そうとしてるんですかね。本当にこちらボールすごいんですね。さあ、チャンスも2点目しっかり決めてきます。そしてこういうとこはいいですね。いい形作れております。強いですね。
シーン。疲れが見え始めるか、結構疲れが溜まってきてますね。中断を変えないといけない。両サイドで2人を変えましょうか。さつき確実に決めてほしい。なんでこんなところで。手がすごいんですよね。気をつけなければなりません。油断は禁物。だったんですけどね。よし、じゃあ手は抜いてはいけません。これは見事。ここまで順調に追加点を積み上げていったんですよ。手側の攻めがきつくなってきます。これはチャンス、絶対切れてほしかったのに。ここからですね。裏をかかれてしまいます。守備を固い。
ピンチは続きます。ディートリッヒ。ここはうまくハルカが捉えたと思ったら、これですよ。一瞬の隙を使えてしまいます。フリーマン。シュートの数もボール支配率もそんなに変わりはないんですよね。これで首位から転げ落ちましたね。キャピタル東京が首位を奪われてしまいました。勝ち点は29。強い。しっかりここは勝っておきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。